皆さんこんにちは、リュウクリュウです。はい、ということでね、今日はっていうか明日ですね、私トロントに実は通勤します。で、トロントからのフライトトリップに今乗務するんですけど、普通通勤って聞かれたら自転車通勤とか、まあ徒歩、電車、バス通勤、車通勤、ここら辺やというのが多分浮かぶと思うんですけれども、まあこれ北米の航空会社の CA あるあるっていうか、よくある、もうびっくりすることでもないことで、飛行機通勤っていうのがあるんですよ。はい、私初めてこの北米の会社来た時びっくりしました。飛行機通勤っていう話、と思って。日本の航空会社とかって基本的にその自分のベースになる、勤務地になる空港から2時間以内とかね、結構指定があったりするんですよ。はい、2時間以内で来れる距離に住んでくださいみたいなのが普通だと思ってたんで、びっくりしました。北米は全然、例えば私はバンクーバーベースですけれども、バンクーバーに住まずともですね、もうどこに住んでもいいです。自分が飛行機通勤して、来れるんであればどこに住んでも一応いいことになってます。私がね、一番聞いてびっくりしたのは、これはパイロットの人でしたけど、フランスのパリに住んでて、でカナダに通勤してくるって、飛行機通勤してくるっていう人を聞いたことあります。あとハワイとかね、住んでるクルーとかも結構いたりしますね。ということで、飛行機通勤のが結構ザラにあったりするわけで、で私は基本バンクーバーベースで、バンクーバーに住んでるんで、普通は飛行機通勤しないんですけど、今回たまたまトロント発のトリップで、イギリスのロンドン48時間2泊3日のステイですがあって、これはちょっと久しぶりにと思って、なので私はちょっと明日ですね、バンクーバーからトロントに通勤しないといけません。で、通勤時はですね、結構普通に乗務する時とはルールがいろいろ変わって、別に制服を着て飛行機に乗らないといけないということもないんですよ。はい、そういう感じでですね、今から荷造りしますけど、そんなんとか、明日また通勤する時の様子、クルーの通勤、飛行機通勤どんなんなんやいっていうところをね、シェアできればというふうに思っております。液体をね、これをね、ちっちゃいのに移し替えるっていうのはなかなかめんどくさいんですよ、ほんまに。最近日焼け止めとかも塗るようにしてて、やっぱ塗った方がいいってよく言われますのでね、はい、ちっちゃい瓶に移したりとかして入れてるんですけれども、結構でもね、はい、こんにちは、どんなしました。こういうのとか無印のとかちっちゃいのはね、だいたい機内持ち込んでもいい 100ml 以下なんですよ。これとか 50ml だし、この私が使ってるラッシュのフェイスクリームとかも、これもね 45g、 100ml 以下なんで、ちょっとグラムとあれでちょっと違うかもしれないけど、でこのヘアワックス、無印のヘアワックス使ってるのも 60g だし、みたいな感じで意外とねいけるんですけど、ただ 1L を超えちゃいけないっていうのと、袋、ある程度の袋に入らないといけないんですよ。空港で配ってる規定のプラスチックの袋、こんなあるんですけどね、それが手元にない場合は、私大体こんな感じで、こう美味しいもんちゃうよ、家にあるジップロックとかに入れていくんですね。本当は空港的にはこれあんまりやってほしくないかもしれないですけど、これで止められることは今まで基本的にないですね。はい、ということで、私はこんな感じで、そんな大きすぎないジップロックに入れれるだけの液体を入れて、ここに詰めています。はい、あとですね、ロンドン便とかってなるとですね、アウトレット、コンセントの差し込み口の形が違うじゃないですか。ということで、これも、基本的にカバンに入れてあるんですけどね、どうないしたん、入信やろ、これ変換プラグみたいなやつ、はい、これをね持っていきます。結構ヨーロッパ、今ちょっとここついてないですけど、最近使ったから、ヨーロッパのはなんか丸いやつポッて2個入れるだけのやつでいけるんですけど、イギリスはなぜかね、また他のヨーロッパと違って、この3つのやつじゃないとダメなんですよ。この変な四角、変なって言うとあかんけど、これじゃないといけないんで、これをね持っていっておかないと、あっちでなかなか充電ができない。パソコンとかね、割と携帯の充電とか、最近国が変わってもそのまま充電できること多いんでね、変圧器なくてもこの変換プラグだけあればっていうことも多いので、保証できませんが、基本的に私が使ってるものは大丈夫なんですよね。はい、で服はもうある程度ここに詰めて終わってあるんですよ。あと前回のステイの時から残ってるイギリスのパウンドですねの余りとかも、これも一応忘れず持っていきたいのと、失礼します、なんかね忘れたら怖いんですよね。あとそう、通勤するってなるとですね、乗務するときって、飛行機運航するとき、サービスしたり、もちろん仕事中なんで、あっという間に時間が過ぎたりもするんですけど、自分が通勤するときって、本当お客様と同じで、客席に座らせてもらって移動するだけになるんで、なんせ暇なんですよ。サービス手伝うわけでもないですし、まず制服着てませんしね。ということで、私は本読んだりもあるんですけど、結構最近はネットフリックスとかで、事前にダウンロードできるやつがあるじゃないですか、オフラインでも。そういうので、好きな動画をダウンロードして、機内で見たりするんですね。で、機内のその動画サービスとかもあるんですけど、私が見たいもの
がいつもあるってわけじゃないじゃないですか。で、今回ですね、ExpressVPN さんとコラボさせていただいてて、VPN サービスっていうのを私も全然詳しく知らなかったんですけれども、それを使うことによってですね、カナダにいながら日本の Netflix とか日本の YouTube が見れるっていうね、感動的なことなんですけど、てか私もね、結構長い間気づいてなかったんですけど、国が違うと同じ Netflix でも同じ YouTube とか、インターネットのサイトでも見れたり見れなかったりするんですよ。例えば、Netflix であれば、カナダの Netflix 今ね、ジブリほぼ全作品普通に見れるんですよ。日本一時帰国した時に、同じ Netflix のアプリ開けて、あ、じゃあジブリ見ようと思ったらジブリないんですよね。あと、まあ、今回私、イギリス、ヨーロッパにステイするんですけど、私は日本いる時とかカナダとかだと、日本のニュースを Yahoo のニュースでチェックするんですよね。で、まあ、イギリスとか、まあ、ヨーロッパ圏、前回行ったダブリンとかもそうなんですけど、基本的に見れなかった、見れないんですよ。Yahoo ニュース。まあ、そういった時に VPN サービスを使うことによって、まあ、どこの国にいたとしても、例えばまあ日本の、ニュースであったりとか、日本のネットフリックスのサービスが受けれる。逆に日本に住んでる人がカナダの VPN サービスにつないで、見ることができる。カナダのネットフリックスとか YouTube とかニュースを見ることができるっていう。なので今回ですね、私は日本のネットフリックスに行きましてですね、カナダのネットフリックスにはない日本独自のそのネットフリックスの動画とかあるんで、まあ、それをねダウンロード今のうちにちょっとしてですね、明日の通勤の暇な時間に備えたいと思います。まあ、トロントまで出て4時間半ぐらい、5時間、下手したら5時間弱ぐらい飛行機かかるんで、ちょっとまあ Wi-Fi でダウンロードまで時間もちょっとかかるんですけど、いう感じ。はい、まだちょっとパッキング完全に終わってないですけど、これをしてですね、明日朝一の便でトロントに向かいたいと、通勤したいと思います。空港やのにウサギいますからね、自然の多いバンクーバーらしい。はい、行きましょう。ということで、今朝の5時ですけれども、今からトロントの方にね、飛行機で通勤いたします。はい、まあ、トロントバンクーバー間いっぱい飛行機あるんですよ。なんかほんまこんな早く行かなくていいんですけど、なんせね、空席がないといけないので、ね、今日めちゃくちゃいっぱいです。8便ぐらいあるのかな、トロントバンクーバー、バンクーバートロント間今日。けどね、ほぼ全部満席やから、まず朝一のちょっと便で挑戦したいと思います。あかんかったらもう次の便次の便ってことでね、8回チャンスあるから。めちゃくちゃ早く来ました。無事乗れそうです。よかった、とりあえず1便目で。だいぶ早くトロント着くけど。はい、無事トロント着きました。今ね1時半2時前か、はい、まあ、時差が3時間あるんでね、早朝6時に出たんですけれども、もうトロント時間では2時前でございます。はい、まあ、ちょっとしたらね、ホテルに行きたいと思います。ホテルは今回自分で取ってますから、通勤で来てるんで自分の都合でこっちに来たんで、はい、会社からの支給ではございませんけれども、はい、まあ、ホテル行きたいと思います。ホテルのシャトル乗り場向かってます。目がめっちゃ、もうなんでこんなすぐ乾燥するんやろ毎回。ね、なんていうの、外に出たりとか建物の中に入ったらね乾燥するの、なんででしょうね。で、いつもね仕事でこうやってトロンと来たり、まあ、レオバ先に来たら、まあ、何時に着こうが、朝着こうが、夜着こうが、お昼に着こうが、まあ、クルーシャトルって言って、まあ、会社が用意したシャトルバスがね、もう空港で待ってくれてるから、ほぼ待つことはないんですけど、自分で通勤でホテル泊まるときは、まあ、もちろん、そんな風に自分のためだけにはシャトル来てくれないので、そのホテルの決まった時間に来るシャトルに、ね、合わせて乗らないといけない、まあ、当たり前のことなんですけど、はい、いつも本当に
仕事の時はありがたいんやなっていうのを改めてちょっと感じますけれども。はい、ということで無事ホテルチェックインできました。まあ空港でちょっと時間ちらっと潰したらいい感じで、まあ普通ホテル3時からチェックインやと思うんですけど、今3時過ぎかな。はい、もう4時前や、なんやかん言うて。はい、まあ、そんな時間になりましたけれども、スムーズにチェックインできましたということで、軽くルームツアーさせていただきます。こんな感じ。あれ、お家ですか言うて。冷蔵庫めっちゃでっかいのあるし。はい、こういうスタイルのお部屋とは知らなかったですけど、はい、バスルームも広々しておりますが、こちら何とっても、まあ、これクローゼットやな。クローゼットの中にもライトあるって嬉しいですよね。家のクローゼットもこうやったらいいのに、まあ、物ごちゃごちゃしてて、ライトあったところでやけど。はい。で、普通に家庭用の冷蔵庫、私、日本で一人暮らししてた時、こんなでっかい冷蔵庫なかったですけどね。はい。んで、ちゃんと立派な、マイクロウェーブ電子レンジもあります。もうこれ結構大きなピザいけますよ。めっちゃでっかいやつやから。はい。ほんで、これ電子レンジ、電子調理器っていうの？ストーブって何て言うんですっけ、こういうの。コンロみたいなね。電気コンロみたいなのがあって、もしかして包丁とかあったりするの？それもない？ああ、まあ、最低限なものがあるっていう感じですよね。ああ。パスタは作れますよ的な、さすが北米ですね。はい、ほんで、立派な食洗機もある。カナダの家庭で大体食洗機あるんですけども、その普通に家庭用サイズの大きいやつですね。でコーヒーマシンがあって、シンクがあって、私ちょっと料理しようかな今日ってなるけど、まあ、しませんけどね。ほんで、お部屋はこんな感じになっております。めっちゃ広くないですか。すっごい、なんか私めちゃくちゃ高級ホテル泊まってるみたいになってますけど、そんなあれですよ、まあ後で言いますけど、はい、まあいいホテルですけどね、ほんまに。で、デスクが珍しいスタイルですね。この普通にここで事務作業してて疲れたらそのままバーンって後ろ倒れたらベッド行けるっていうパターンね。はい。で、お外の様子はどんな感じかな。あ、またマスクしたまま喋ってるわ。マスクがね、体の一部になりすぎて違和感がないから外すの忘れる。あ、その目の前が空港ですね。いや、なんか歩いて来れそうな距離やな。シャトル乗らんでも。はい。もうそこが空港なんで。でも歩いてる、あ、もう歩いてる人おるけど、これちょっとガラガラ引いて歩くのおかしいかな。明日天気良かったら全然歩いてもいいんですけどね。うん、ほんまにすぐそこ。飛行機もすぐ横止まってますね。っていう感じでございます。こっちは別のホテルかな。ということで、まあ、ここのホテル私今回初めて泊まるんですね。で、何の話しようとかと思ったら、このホテルはですね、普通に一般のホテルでめちゃくちゃいいホテルなんですけれども、そういった私たちコミューターっていうんですけど、まあ、通勤するクルーのための、まあ、あの会社が契約してくれてたりとかして、まあ、もちろん自分で実費でお金は出さないといけないんですけれども、すごくいいホテルでも、まあ、ちょっと泊まりやすいお値段で提供してくださっているというね、そういう、まあ、なんというありがたいことがあるわけでございます。まあ、なので、まあ、仕事でね、通勤に来る時とかでしかこういうね、いいホテルに私は泊まらないっていうか泊まれないんですけれども、はい、なんと素敵なこんなホテルでございます。はい、私ね、夏の間はそのやっぱヨーロッパ便がすごいトロントから多いし、あのピックアップしやすいんで、たまにこうやってね、ヨーロッパ便したいなっていう時にトロント通勤してきて、こういう風にするしてたんですけどね。はい、ということで今年、まあまだ夏完全にはなってないですけど、もう2回目ですね、ダブリン行って今回またロンドン行きますんで、はい、こういう感じでやったりしてますが、またずっとマスクつけて帰らない、一部なんかもうとんの恥ずかしになってきた、逆にここまでつけてたってとこということで、はい、明日言うても24時間ですよ、全泊で。1日前に乗り込んできてるんで、トロントの方に。っていうのも、当日やったら飛行機乗れなかったら、空席なくて乗れなかったら怖いし、やっぱフライト前にちゃんと睡眠とっとかないとめちゃくちゃ疲れちゃうんで、私は基本他のベースでピックアップするときは前日とかに来ます。もしくは深夜便で、トロントに朝着いて、で日中あのデイステイっていうのがホテルあるんで、日中だけね、なんか朝から夕方までステイさせてもらったりとか、そういう方法で、まあ、休息はフライト前に取るようにしてます。明日そのロンドン便はですね、夕方発なんで、このホテルで言ったら24時間もおらんけれども、まあそうですね、明日の昼ぐらいまでいる予定でございます。はい、ということで、ちょっとカメラ消した後ね、もう恥ずかしくなってきたんで、ね、マスク外して何の話ということで、まあこの後ですね、荷物ちょっとアンパッキングして、ゆっくりしたいと思います。は
はい、ということで、まあ、私がね、まあ、帽子をさっきまでかぶってなかったんですけど、今かぶってるっていうことは、まあ、頭に髪の毛に何かがあったんですけれども、っていうか、あのさっきまでずっとその乗務資格更新訓練があるんで、それのための勉強っていうか、やらないといけないいっぱいあるんで、それをやってたわけですけれども、テーブル、まあ、デスクがその後ろベッドやから、もうちょっと首疲れてきたわいう感じで、ああゴーンってこうやったわけですよ。案の定、あの首しんどいな思って、ね、ちょっと首休ますよって思ったら、ちょっとだけ寝ちゃいました。ちょっとほんな髪の毛もあのセットしてた、一応セットしてたほどでもなかったけど、あの固めてたやつがごちゃごちゃになっちゃって、もう汚いことになったんで、はい、ちょっと帽子かぶってマスクもして、じゃあどこに行くんだい、どこに行くんだいって言われたら、あのちょっとね、晩ご飯を全然持ってきてなかったっていうことを、まあ分かってたんですけどね、もう最近なんかフライトがあのバタバタバタって結構立て続けに入ってて、なんか買い物行ったりとか、もうその用意する時間もないまま来ちゃいましてですね、まあ空港近くのホテルやから空港行けばいいや、空港で何か買えばいいやと思ってたわけでございますけれども、もう言うてるうちにね、7時前かな、あ、もう4時過ぎてます、午後7時、外は全然明るいんでね、時間感覚なくなるんですけど、ということで、まあ歩いてね、空港のターミナル行けるっぽいんで、歩いて空港行って、なんか空港でご飯買って食べて、また戻ってきたいと思います。鍵は持ちましたからね。あの電車みたいな走ってるじゃないですか、あれがね、空港ターミナルを結ぶ電車なんですよ。トロントって第1ターミナル、第3ターミナル、なぜか第2はないんですけど、まあ2つターミナルがあって、でそれともう一つ駅がね、この先にあるんですよ。なんかホテルがあるのかな、そこに。でそのホテルとその第1と第3とターミナルと3つその駅をつないでる電車なんですけど、そのね、目の前がもう第3ターミナルなんですけれども、そのホテルの床の乗る駅から乗ろう何言って、独り言って口に出してもやっぱ他の方には伝わらないですよね。私の頭の中で思ってること言ってるだけやから、すいません。ちなみにこんなね、なんかめっちゃ明るいですけども、7時半ぐらいですからね、夜の。もう今ちょうど夏至ですよね。夏至が過ぎた、何日か過ぎたぐらいなんで、まあ1年で一番明るい時期なんでね、まあ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど、多分10時過ぎまで明るいですからね、はい、めっちゃ近かったですわ、ホテルから5分かからんぐらいでしたね、はい、その奥にでっかい駐車場があって、でここがその駅です、空港間シャトルの駅、はい、ここだけなぜか、まあ、駐車場用のあれなんでしょうね、駅なんでしょうね。でそこにホテルがあるんですけど、はい、このシャトルは無料なんで、これでさっき言ったように空港ターミナル行きます。COVID-19 のテスティングクリニック、検査場もあるんや。この駅の中なぜかめっちゃ涼しい、珍しい。カナダの駅って涼しいことないんですよ。そんな空調あんま綺麗、そんなこともないか。ここすごい涼しい。こんな感じ、誰もおらんわ。そっちに連絡通路があって、あれに大きな駐車場とつながってるんですよ。だから普通にお客さんはここに駐車場、車止めるんやと止めて、この電車でターミナルに向かうって感じですね。はい、ということで空港のターミナル来ましたけど、今日の私の晩ご飯は何でしょうか。もうね、しつこいですけど、はい、ブースタージュースです。このお兄さんのパネルね、ブースタージュースのどこにでも、どの店舗にも置いてあるんですけど、このお兄さんにもう何回会ってるやろ最近。美味しくいただきました。もうほんまにこればっか食べてますけど、でもね、カナダに来たらぜひブースタージュース入ってください。私ハマりだしたのほんま最近ですけどね。でも私ね、山芋でも前科があって、昔山芋好きすぎてむちゃくちゃ山芋の短冊、おかんがね、一回何か知らんけど出してくれたんですよ。山芋の短冊言って、ま、山芋生のまま、切って短冊状にちっちゃく切って、まああるじゃないですか日本でよく、あれを醤油で食べるとポン酢かけてちょっと海苔かけて食べたりしたらめっちゃ美味しいんですよね。
で、それにハマっちゃって、なんかすごい勢いで山芋ばっか食べてた時期があるんですよ。ほんだら山芋アレルギー発症してね、そこから山芋を食べれない生活が続いた時あったんですけど、今は多少やったら食べれますけどね。てか全然食べれるんですけど、食べ過ぎんかったら。ということで、私のこの浅いドリンクもいつ急にやめる時が来るか分かんない。まあそんなこと置いときて、今ね、まあ明日から、ロンドン、イギリスのロンドンに、まあ、トリップで行くんですね。で今回2泊3日なんです。48時間ステイで長いやつやから、まあ、わざわざトロントまでコミュート通勤して、まあ、ピックアップしたわけなんですけど、まあね、2泊3日ということで丸々2日ぐらいかな、ロンドンで時間があるんですよ。でロンドンは何度か行ったことがあるんですけど、まあ、せっかくなんでちょっとベタな観光地と、でもプラス今まで自分が行ったことないところもね、まあ、今回2日あるということで行きたいなと思っててね、今いろいろ調べてるんですけど携帯で。で今回ステイ先のホテルがね、空港のすぐ横のホテルなんですよ。直結ホテルいいんですけど、ただロンドン市内まで出るのに電車で多分30分ぐらいかかるんですよね。はい、なので、まあ、ちょっとどうしようかなとかいろいろ考えてて、で電車代ってめっちゃ高いんですよ。やっぱりね、パウンド、イギリスはパウンドじゃないですか。今カナダドルとパウンドのあのレートもあんま良くないっていうか、いつも良くないんですけど、あのすごく電車代高いんで、まあ、行った時ね、確かオンラインでその電車のチケット、前日とかでもね安かったんですよ、あの当日チケットマシンで買うよりは。だったんで今どうやったかなってちょっと調べてたとこだったんですけれども、で今回まあエクスプレス VPN さんとコラボさせていただいてるんですけど、まあ、こんな感じで私いつも携帯とか、まあ、パソコンもそうですけど、まあ、空港のね無料 Wi-Fi、 公共 Wi-Fi、 あとはまあホテル、指定先のホテルとか今泊まってるホテルとかもそうですけど、まあ、そういう無料 Wi-Fi ありますよね。あとはもうたまに旅行先で私携帯のデータとかあんま使わない人間なんで、たまたま行ったカフェでたまたま見つけた無料 Wi-Fi、 謎に誰でも使える Wi-Fi が海外ってあったりするじゃないですか。でそういう Wi-Fi を使ってね、いろいろ調べたりとかもしてたんですけれども、結局無料 Wi-Fi とか公共の Wi-Fi って、まあ、100% 安全かって言われたらそうじゃないみたいなんですね。第三者が、まあ、私の情報とか、まあ、例えば今ロンドンのね電車、私がネットでこう、まあ、決済しようとするじゃないですか、チケットオンラインで買おうとするじゃないですか。で、まあ、この空港の無料 Wi-Fi を使って、やってるわけなんですけど、でこれを VPN サービスとか使わなかったら、仮に悪い人がいたとして、だから私のクレジットカードを抜き取ることっていうのは簡単にできるそうです。で無料 Wi-Fi 使うときに、なんでその VPN サービス使ったら安全なんかっていうのをね、まあ、教えてもらったり今自分で調べたりもしたんですけど、まあ、私の大切な情報、まあ、クレジットカードの情報であったりとかっていうのを 100% 暗号化するんですって。暗号化するために第三者から情報を抜き取られたりとかねっていう心配がなく、安心して使うことができるそうでございます。使い方がめっちゃ難しいんちゃうかって思ったんですよ。でも実際使わせてもらったらめっちゃ簡単。どこの国の IP アドレスを使うかっていうのを決めて、まあ私だとおそらく、まあ、日本を選ぶことが多いと思うんですけど、その国を選んで、あとは接続っていうところをタップ1回するだけ、それでもう簡単につなげました。まあ、こんな簡単やったんやっていう驚きですね。もっとややこしいことをしないといけないかと思ってました。 IP アドレスを変えてどうのこうのってもう聞いただけでややこしいじゃないですか。まあでも本当にワンクリックできるということでございました。ということで、まあ、今回 VPN サービスについてぺちゃくちゃ喋らせていただいたんですけれども、もし気になる方いらっしゃいましたら、この動画の概要欄に詳細書いておりますので、よければご覧ください。で今なら12ヶ月プラン、まあ、1年のプランをご購入された場合3ヶ月が無料で使えるそうなので、もしよければこの機会ご利用いただければと思います。よいしょ、水もなかったんで水も買ってきました、ブースター君で。もう8時41分夜の、もうちょっとしたら、まだ早いけどね。でも眠たいんかもうよう分からんけど、目はしばしばしてます。おはようございます。今朝10時10分ですけれども、もうちょっと寝ときたかったんですが、実はここのホテルは朝食がついてて11時まで行けるそうなんで、そのために起きました。ちょっとまだ開けたらもう眩しすぎるんで、開けずにこのままちょっと1階の朝食会場行きます。ちなみに今日の寝癖そこまで悪くないですけど、1個発芽前みたいな感じにプツッと出てるのはありますけども、まあ、帽子かぶれば大丈夫。Can I get buttermilk pancake? Do you have a scrambled egg too, or? Yeah.
オレンジジュースとヨーグルトとバナナニューテラパンケーキにスクランブルエッグです。いただきます。意外としっかりした朝食。ということで用意ができました。今からですね、まあ、すぐそこですけれども、今回はまあシャトル乗ろうかなと思います。今日30度なんですって、トロント。これで、ね、制服でちょっとね、空港もそこですけど、歩いたら汗かいてちょっともうげんなりしちゃいそうなんで、まあホテルのシャトル使って空港行きたいと思います。今からね、イギリス、ロンドンへのフライト行ってきます。私のどうでもいい通勤の様子をお付き合いいただきましてありがとうございます。行ってきます。はい、今セキュリティ通ってきたんですけど、もうトロントの、ね、空港本当に、まあ、あの人手不足っていうのもあると思うんですけど、こう一気にお客さんが帰ってきたっていうのがあって全然間に合ってないみたいで、あのセキュリティチェック、手荷物チェックのところがね、見たことない長蛇の列でした。もういつ終わるんやろっていう、まあ、あの従業員は別のところから入るんですけど、もちろんあのそうお客様はもちろんいつものチェックイン終わってからその後手荷物検査あるんですけど、その列がもう半端じゃなかった。結構皆さん苛立ちもあると思います。あんだけ待つんやったらっていうので、あの結構まあここの空港だけじゃなくてどこの空港も今そういう状態なところ多いと思いますので、まあ、空港には早めに到着されることを本当にお勧めいたします。ということで、まあ今から私はですね、めっちゃくちゃ久しぶりにイギリスはロンドン便に乗務いたします。はい、まあ、そのロンドンの様子はですね、また別の動画でアップさせていただきたいというふうに思いますので、もしよければそちらもご覧ください。今日は本当に私のどうでもいいバンクーバーからトロントの通勤の様子ですね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次の動画ですぐお会いしましょう。バイバイ。